いしょ。これが前桜の時に走った道ですね、向こう側。ここから普通の道で抜けようと思ったら結構ぐるっと回ってくなあかんのかな。どうでしたろう。止まってたらちょっとやっぱり暑い感じなんですけれども、走り出したらすごく、快適。結構車が多いですね、まだ朝早いけど。やっぱり、いい天気なんで皆さんお出かけですね。とは言いつつ、まだ、新型コロナウイルスの、感染者数が、毎日も増えていってる状態ですんで、皆さんも本当お気をつけてくださいね。ここから、三田市に入りました。そっちの、韓国の森の方は多分これ右手の方なんで、どっか右入るようなとこ、これ観楽の千狩キャンプ場、どっか右入らんとあかんね。これかな、これやね。ちょっと鋭角、これいけんのかな。多分これずっと行ったらそっちの方面に行くんかなと。木漏れ日がいい感じ。すごいメガソーラーってやつ、すごいね。でこれは何やろ、何の施設かな。何やろ、なんか買ってんのかな、今の感じやったら。そういう牛飼ったり豚飼ったりってなかなかもう今街の中でとてもできないんでこういうちょっと山のとこで、って感じですかね。でもいいね。これなんか駐車場がありますな。何やろ、また調べとこう。テンビルって書いてるのかな、何やろ。やっぱりこの散策というか探索しながら、のんびりツーリングいいですね。広い。いいね。意外とこの道ええぞ。これといって何もないっちゃないんですけれども、こういう道がいいんですよね。どう。いや、出てきたぞ。ちょっと待って、稲川とかどっちやろ、全く分からん。どっちかな。
ちょっと Google マップ見ました。よっと、これ止まれ。わかりました。まあ車で通ったことあるんですけれども、改めてこうバイクで、ぼちぼち散策してたら、ちょっとどこやったやろみたいな、わからなくなって、これ、よっと止まれと、これを右です。よっ。これお寺ね、お墓がいっぱい。さて、関福の森、お寺があるみたいですね。関福寺っていうお寺があって、他の情報はあんまりないんですけれども、どっか一服できるポイントあったら、缶コーヒーでも飲みましょうか。これめっさ広い、すんごいねこれ。いいわ。快適。こういうとこをこう入っていっても、すごく楽しそう。なんというか、あんまり気持ちが落ちてしまうというか、なんというか、昨日三浦春馬さんが亡くなられて、思わず「って声が出ました。もう、特に僕はファンだったとかそういうわけではないんですけれども、作品いくつも見てましたし、ショックが大きいですね。まだ若くして、でかなりもう成功してると思ってるんですけれども、何かやっぱり悩みが、あるんでしょうね。なんか、気持ちがやっぱり、ちょっと暗くなるというか とりあえず今のところ自殺かないう感じですが、昨日の今日なんでまだ、はっきりはしてないみたいですけれども、いろいろとやっぱりみんな悩み持って生きてると、いう感じで、僕も結構あれこれ考えてしまう方なんで、ただ毎晩お酒飲んでパーッと、紛らわしてるというか、そういうのもあります。めっさい。でやっぱり僕の場合は、バイクでのんびり走ったり、あと家族でドライブ行ったりと、そういうのがかなり精神的に、プラスになってるんかなと、思います。いいですねやっぱり、あれこれ生きてたらありますが、皆さんも前向きにいきましょう。この山ぐらいちゃうんかな。いつもながら、
前日にちょっと Google マップで大体の位置を調べてるぐらいなんで、あ、これがそう、韓福寺と。だからこれとりあえずスルー、ここ今スルーしといて、まあ後で写真だけ撮ろうかな。こっちの方になんか広場があるっぽいんですけれども、ただまあ、閉まってるよね。あ、開いてるな、ここ、これ駐車場、ちょっとした広場があるっぽいんですけれども、よいしょ。ただ柵してあって、おそらく獣よけの柵と思うんですけれども、入れないかもしれないんですけど、ちょっと一回行ってみますね。うん、ここやったと思う。よっ、ちょっと待って、ゆーっと、いい感じの、まあ、ローカルなポイント、どうかな。まあ柵してたら、柵してて、それ一時的に開けれたらいいんですけれども、その獣よけの柵ですね。まあどうなんか。お、あ、いけるね。この辺こう柵してるんで。え、あ、これまだいけんの。ちょっとローにしとこうか。あ、ニュートラルに入るというよくあるパターン。ここは大丈夫だね、下見えるね。よっ。これね、これでなんかそのブログ書いてる人によっては断念したっていう人もいて、ただここは外していいんですよみたいな人もいて、いけんのかな、ちょっと。はい、登山者の皆さんへと、医学生が柵を設置してますと。登山の際は、問いかけて通ってくださいと。ほんで必ず閉めてくださいと、だからこれ開けたら別に大丈夫ですね。ただ、まあ、バイク乗り入れたらちょっとあれかな。バイクちょっとここ止めときますよっ。これを、きっちりと閉めてと。よいしょ。いい感じ、いい感じのひっそりスポットですね。ちょっとこの草が結構伸びてますが、これが池がありますね。で、東屋もあると。これちょっとこれぬかるんでる、ぬかるんでる。よいしょ。ちょっと待った、もっと行き方、あ、こっから行ったらいいんか。そんな無理に行かんでもこっから行けるのね。そりゃそうよね、これ道あるわ。よいしょ。うう、なんかおった。おお、まあ登山とかされる人向けのスポットですかね。よいしょ。これ韓国の森と、これが水辺広場っていう広場で、でサラ池っていうのかな、その池があってと。よいしょ。さあ。
じゃあちょっとコーヒー飲んで一服します。はい、これ、うん、ワンダ金のぶどう、いただきます。すごい静かで実際、A ポイント、うん、あこれずっと上の方、登山道になってるみたいですね、うん、まあ、まだこの時間は、誰も見てません。なかなかしかし、うん、猪倉峠、うん、結構ガタガタで、うん、まあでもすごく、うん、秘境感っていいですね、うん、ここもいいですよ。ちょっとさっきのよいしょ、東屋があっちにあるんですけれども、この一段上がったところにこういうテーブルと椅子があったりして、うん、まあこういう広場があってと、でこれずーっとあっちに登っていくと、うん、で採取禁止っていうか、まあいろいろとまあ取れるんでしょうね、うん、いいね。んじゃ、ぼちぼち行きましょうか。どうかな。まあよいしょ。ちょっと今日は予定が、変わりましたが、うん、8時か。ちょっと青のダムの方に回って帰りましょうか。うん、せっかくなんで。うん。じゃあ出発します。よっと、熱くなってきたここが当たる当たるよいしょ